小泉一馬のコイちゃーん小泉一馬トークチャンネルコイちゃんの時間今日もやってきました長野市議会議員あなたの議員小泉一馬でございますいつもお世話になっておりますというわけで早速いきますねはい今日のテーマ「災害と給食」 の関係とということなんですけれどもあのまあ災害と給食どんな結びつきなのかっていうことですよねであの小泉ねあのおかげさまで9月で改選改選というかまあ再選を果たしましてで経済文教委員会っていう常任委員会に入りました。で経済文教委員会の文教の今日は教育の今日で。 このね、給食なんかもその守備範囲に入ってきます。でね、10月に臨時議会がありまして、その時第4学校給食センターのお話が出てきました。契約するから議決してくださいねっていうお話が出てきました。で、その時にね、えー、出てきたお話ちょっとさせていただきたいと思います。でね、第4学校給食センターって、 あの今ね今食い打っててもなんか食い打ちでまたね問題出てきたけどそれは置いといて食い打ちやってて今建設が始まっています場所は須坂に行くあの村山橋ねわかりますね長野市の人は村山橋の手前のなんかゴルフ場とかあったあの辺千度っ端の空き地あそこに今ね作ろうとしておりましてまああの江川はこんな感じになるということでございます。 で、まあ、1万2000食、ちょっとこの辺に帰ってきましたけどね。1万2000食ぐらい作れて、で、アレルギー食、完全対応、ね、アレルギー作る方の食事じゃないです。アレルギーの、アレルゲン抜きの食事が、完璧にこうね、調理する部屋が分かれていて、もう対応できるっていう、そういう施設ができると。まあ、28年にね、できるということなんです。でね、このね、この、 契約について小泉一野は質問しましてそれが委員長報告前にもね小泉説明しましたね委員長報告っていうのは各委員会の審議の状況を委員長がねこうでしたよってまとめてそれを本会議で報告するんですこれが委員長報告で委員長報告に賛成とか反対とかやるわけですねで小泉の発言が委員長報告で 取り入れられて、もちろん賛成ですから、小泉のね、主張が通ったということなんですが、それ何かっていうと、ここからなんですね。ここから、ここから、まだ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 ,まだ、そん余ってるここからが、災害と給食のお話になっていきます。で、小泉ね、その時ね、何を聞いたかっていうと、そんな1万2染色もね、能力がある、工場ですよね、言ってみれば、プラント。そういう調理施設ができるんであれば、 一旦災害大災害が来て避難する方がねたくさん出ちゃったそんな時に何らかの対応何らかの機能役割を果たせるような第4学校給食センターであってほしいそういったことをきちんと検討していっていただきたいと思うけどどうなのまあ、そんな質問をしましたそしたらねあ当然そういうこと考えていかなきゃいけないですねって 思った以上に前向きな発言が出てきましたあれれっていう感じでじゃあちょっとじゃあそういう委員長方向入れてくださいよっていうことで認められたんですけれどもでもね皆さんからすれば給食センター炊き出し使えるいざという時何か宿って普段から考えとく当たり前じゃんっていう感覚を持たれた方の方が多いんじゃないかと思う。も,もちろんね あの給食センターそういうふうに使えばいいじゃんってあそれうまいねっていう風に肌と膝を打つようなねそういう感想もあったかもしれないけどでもそれ考えとこって行政,行政として別に不思議じゃないよねっていう感じで捉えられませんかでねあの小泉があのその程度のことでね委員長報告に乗ったってうのは当たり前のことなんだからそんなん威張っちゃダメだよ小泉くんって思われる方がもしかするとねいらっしゃるかもしれない。 だけどね、だから待ってください。今までの長野市ってそうじゃなかったんですよ。でね、ここで、ここでですよ。ここで、ここで出しますからね、ここで。はい、出します。で、これ、小泉のブログの抜粋ですけど、これがね、長野、仮称、仮称なんですよ、まだね。カッコ、仮称、カッコ閉じる長野市第4学校給食センターの整備にあたっては、災害時における給食センターの言い分かりについて、 危機管理防災課等と十分協議を行うよう要望いたしましたとこれが委員長報告でね今までのこういうふうなことを言っても大丈夫なような方針転換をする前はじゃどうだったかっていうとこちらなんです。 ね、災害時の調理場の活用についた市の地域防災計画で定められております災害時の食料確保災害時食料供給協定業者などに主食や副食などの供給を要請する計画でありまして給食センターなどでの炊き出しは想定しておりませんってこれ平成24年6月議会本会議の答弁です 想定してててませんんよよっっやんないよってそういう態度だったんですよ今まではねで小泉もそれ知ってたからあえてこのね24年じゃねえやあの第4学校給食センターの契約の議案が出てきた機会をつかま,ま,まえてねやってちょうだいよってそういわ知ってたから言ったんですよそしたら案に反して心配したほどじゃなくて「今や,やってかなきゃいけないですよ」みたいな話だから おこれ市前向きじゃん転換したじゃん実はちょっとしたね市の方針転換小泉が引き出したっていうことなんでございます。納得していただけましたか納得していただけましたか小泉が力説するところ納得していただけましたかでねあのー、そうは言ってもね今までじゃあどうしてねそれそんな件もほどほなこと言ったのか災害時食料供給協定っていうものがあって。 主食、副食、あの業者さんから売ってもらうんだから大丈夫だよって。それだけど、大災害の時に、それがうまくいけばいいけれども、うまくいくって必ずしも限らないですよね。輸送ルートが寸断されちゃった。2年前の大雪の時にもそんなことありましたよ。お店に品物が並ばない。ねその時、業者さん、売ってくるやつ、ああ、まだ入ってこないんだよね、もうちょっと待ってって。そんなことやってたらね、食料がね、供給できない。で、手持ちのストックのお米なんか、じゃ煮たきするところ、 給食センターで梅干しでな、ね、おにぎりでもいいですよ。そういうできることできないことここまでしかできないよでもここまでならできるんだよってこと普段から考えておくってことは重要なことだと小泉思います。だからみんな話はそうじゃなかった。じゃあなんでそうじゃなかったのかっていうと実はねあのー、これね加藤市長とその前の市長さんねえーの 違いももあるんだけれどって小泉が思うにはですよ小泉が思うにはちょっとね大都市ぶってるところがあるんですよ、ね、大きな町なんだからそんな小さいなことやってらんないよってで大きな町なんだから給食センターボーンとでかいの建ててそこで調理を集中性的にやるそこから配送するそれが効率的。 それが大長野市の取るべき道ですっていうのがねどうもね長野市のね何ていうの OS っていうかねでも一方では学校給食そんな給食センターでやるんじゃなくて一つ一つの学校で調理員のおばちゃんが手,を手にねこう手塩にかけたお弁当じゃない給食を作ってくださるそういう方がいいじゃないって。 って思ってらっしゃる父兄の方、また市民も一定数はいるはずなんですよね？で、特に最近はね。あの安全安心とか。何かね異物混入はあっちゃいけないとかね。えー、小さな調理場ならその原因特定も早いじゃないですか。で、なんかそのち、あの地産地消とか食育なんてことをね言ってますよ。そのためにも身近な場所で身近な学校で身近な食材で。 顔の見えるおっちゃんおばちゃんが作ってくれた農作物をはいどうぞこれがね教育上もいいんだよそういう主張もありうるわけなんですだからねそういう質問を実はした方がいてで望月議員っていう方がいてね実はそういうことを聞いたんですよねその時効式っていうのは災害対応っていうのもねもちろんね 各学校に避難してたそこで2滝できるんだから、そういう災害対応もあるし、そういういろいろなね、紅用があるんだから、自公式自分の字に学校の方自分の学校の、でやる自公式給食、やったらどうなんですかっていうことを聞いたんですよ。で、その時に出てきたのは実はね、このさっき見せたね、この災害時の、あの、長寿場の活用については、うんでえ、給食センターなどにの炊き出しは想定しておりませんっていう。 そういう答えだったんですだからねこれ災害対応をできるから自公式もいいんじゃないっていう論法できただから長野市としてはね規定の路線は大給食センター方式なわけですよでそう,そうするとね 災害対応関係ないんだよだからこの大給食センターでいいんだよそういうロジックを長野市は今まで取ってきたんですだから自公式をねこっちやっといて給食センター大給食センター方式を OK とするそれは合理的だとするために災害はやんないんだよっていうことにしてきたんですよねだからここでねちょっとね方針転換あったから これまあ小泉は必ずしもね全部が全部自公式っていうことではないけれどもあのできればねそれは一個一個の学校でやってもらった方がいいと思いますよ。でまああのそれはそれとしてこの,、ね、こ,のこの今の流れから言ったら災害対応を考える給食センターっていうことになったらねじゃあそれ自公式にする方がもっといいよねって。 っていうふうに頭のいい自効式を唱える議員さんだったら使えるネタだと思います。<laughs> でこれ小泉からのヒントですけどねまあ小泉はね自効式まあこの、ね、自効式によってアレルギー対応がね完全にできるっていうこともあるんでまあそこまでやるんならねそれも一つの手かなと最近ね特にアレルギー食アレルゲンに反応するお子さんって増えてるからねそういうことも考えなきゃいけないなと。 思うんで必ずしも自公式がね全部ダメだよっていう態度ではないけれども、まあ、一方でねそれやっぱりもう自公式じゃないにしてももうちょっときめ細かな給食もうちょっと地元の本当に長野市のね顔の見える食材を使った食料を使ったね地給食それもいいよなっていうのもあるしやっぱりね災害ですよ小泉も頭に常にね災害対応 きちんと今後ね、給食センターも含めて活用していく、あらゆるものを使って危機に対応していく、そういった危機管理能力を高めた長野市にしていきたいというのが、小泉の思想でございます。それにつけても、市民からのね、ご意見をちゃんと聞いていく、市民第一主義、シチズンファースト、今後もね、小泉一馬はこれを唱えて、頑張ってまいりますので、応援よろしくお願いいたします。 に